はアルプスウェイ。コンビニエンスストアに食材を配送するなど、暮らしを支える物流の一翼を担う会社なんだ。ここでお仕事を拝見しよう。入社1年、配送担当の中村大地さんです。もともと運転をすることが好きだということもありますが、仕事内容や私たちの暮らしを支える物流という仕事に興味を持ちました。この会社なら安心して自分らしく働けるのではないかと思い入社を決めました。実際に運んだ商品をお客様が手に取って楽しそうに選んでいるところを見ると、自分が支えているんだなっていう気持ちになれるので、すごくやりがいを身近に実感できる仕事だと思います。物流は今の社会を支えている大切な仕事になっているので、この仕事で自分が社会に貢献できているということがすごく誇りに思えることだと思います。おはようございます。社会を支える物流、中村さんは誇りを持って仕事をしています。こちらは仕分け担当の八田美穂さん。もともと仕分け作業に興味があって、なんとなくのイメージも持っていたんですけども、職場見学の時に実際の作業を見せていただいた、いただいて、もうこれだと、もうこういう仕事がしたかったなと直感できました。八田さん、仕事のやりがいは？自分の仕事がコンビニを利用する人、例えば自分自身や家族、親戚、いとこだとか、同僚だとか、かつての学友だとか、身近な人のためになっているってことが自分はとても嬉しく感じます。身近な人のためになる仕事をする、八田さんのやりがいです。私は働く上で働きやすい環境を重視しています。その点アルプスウェイは人も環境もとても働きやすく魅力的な会社になっています。地域の人たちにとって当たり前にあるコンビニを支えているという一端を担っているという誇りを持てることがアルプスウェイの魅力の一つだと思います。